いつもロペライオチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。今回ご紹介するお車は2018年モデルロータス311ロードバージョンをインプレッションいたします。アンティのミノンさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。私でいいんでしょうか、はい、私も私でいいんでしょうかと思う車なんですけども、はい、これは非常にですね SNS を通してですねレビューしてくださいっていう声をたくさんいただいたので今日やろうと思ったんです。はい。でさすがに、はい、これあのドア開かないんで、はい、スーツでブーツはちょっと、はい、ナンセンスだろうと、そうですね、おいおい待てよと、さすがロペライオって言われちゃうんで、はい、それを望んでたかもしれないですけどね。まあそうでしょ、はい、だからあえて動きやすい格好で、はいはい、私服で来たわけであります。かつあったかい格好して、はい、そうだね、あったかい格好してね、はい、今日は1月の7日ですかね、はい、はい、気温が11度、はいはい、なんでちょっと暖かい格好してやりたいなというふうに思ってます。はい、はい、じゃあそれでは忘れる前に安心安定のスペック紹介、ありがとうございます。はい、はい、こちら、ロータス311ですが、エンジンの方 3.5 リッター V6 スーパーチャージャーですね。スーパーチャージャー入っちゃうの。はい、はい、最高出力416馬力、はい、最大トルクの方が 41.8kgm となっているお車であります。なるほど、はい、で車両重量が、こちらの方で 925kg。 なるほど、はい、ロードで、ロードで、でレースになると 895ですね。890ですね、はい、になるということです。これは今回ロードバージョンなんで、はい、いわゆる公道で乗れる仕様になっていると。はい、正直そこぐらいまでしかわからない。いかんせんこれ乗るの初めてで、はい、初めてですし情報が全くなかった、はい、ね、調べても出てこないし、はい、ね、僕今日初めて乗ります。いや僕ももちろん、ね、で世界検定311台、はい、だから311です。なるほど、はい、セブンイレブンじゃなくて311ですね。そうです。なるほどね、わかりました。じゃあちょっとね側からいつもより見ていきたいなと思いますけど、はい、これはロータスの311の前のモデル211の、ああそうですね、はい、いわゆるまあ後継モデルになってるんですけど、まあ、エキシージか、パッと見この辺だけ見るとエキシージみたいな、ね、エキシージの DNA を継承しているモデルなんで、はい、ちょっとエキシージっぽい雰囲気もある、はい、でエキシージってさだいぶ前に一緒にやったよね、一回ね、やりましたね、練馬でやりました、はい、ここね、やりました、はい、で関越道を乗って、関越道を乗ってねやりましたけど、やっぱその DNA を継承してるっていうところもあるんで、はい、割とね案外普通に運転できちゃうのかなと思うんですけど、やっぱね一番はね窓ガラスがないんですよ。これは当然ルーフもないんですよ。これは大丈夫なんですか。なんでミノンさんグローブをして、今日は一応ヘルメットもね、はい、ちゃんと用意して、そうですね、安全に運転したいなと、はい、ちょっとね、やっぱ飛び石トラックとかも気をつけながら、そうそうそう、ね、この辺の街乗り走っていく分にはね多分なくても大丈夫だと思うんですけど、高速乗ってねバーンって飛び石食らったら、はい、大変なことになっちゃう。そうですね。でね、これ何か分かります皆さん、 GoPro じゃないですよ。ああ結構動きます ね、ルームミラーです、ね、まあ、後ろの視界だけはねちゃんとね、はいはい、映さなきゃいけないです。じゃあちょっとねフロントから見ていきたいと思いますけど、まずいかんせんパッと見の印象、僕フロントってここ長いなっていうのと低いなっていうね、長いし低いよねこれね。まずあのこっちからこう見てもらっていいですか。もうねフロントバンパーよりもフロントのリップ、フロントのリップがものすごい出てますよ、はい、普通は多分ここまでなんですよね多分ね。どれくらい出てるかというとだ、ナンバーからすると約10センチぐらい出てるわけですね、はい、そしてフロントの車高です、来ました12センチ、お今までで一番低い、最強です。これは12センチだよ。で12センチなんだけど、ちょっとカメラさんここからいい、ここのフロントのタイヤからこのバンパーまでが長いんで、はい、前すっちゃうっすよこれね。でここのタイヤ、ここのタイヤここだとして、はい、ここぐらいまでありますからね、約ね75センチぐらいあります。このタイヤの接地面からしたらねもうね90センチぐらいあるんで、結構長いですね。結構ある、まあ、ポルシェよりも長いですよね。だからね本当にこの坂とかスロープをね上げ下げするときは本当もタイヤから行くしかないよ、ね、
バンパーから行くというよりもタイヤから曲がっていくような感じで、そうです、もう本当極力として斜めに本当に入っていかないとフロントリップが割れちゃいます。はい、でここにねファンがむき出しです、はい、まあ、メッシュ の, このガードがありますけど、なんとも言えないこのデザインです。でこれもやっぱシールなんですね、軽量。あ、やっぱ軽量化でね、はい、でちょっとサイドを見てみましょうか。じゃあサイドですけども、まずタイヤサイズ、はい、リアどうでしょう。リアの方が、275/35/19。あ、275入ってる、はい、もう19。フロントは225/40/18。あ、18なんですね、18と19、ね、はい。あ、でこの黒いホイールとさ、この黒いこのね、このパネルのデザインがなんか合ってるね。でやっぱき、僕やっぱこの黄色と黒の組み合わせが好きっすね、うん、確かにね、エキシージもこんな感じだったし、はい、ブレーキキャリパー赤い、ね、赤いキャリパーがついて AP レーシングってやつね。なるほどね。いや、この辺はちょっとマニアックなね世界だと思いますよ、はい、なの浅はかな知識でね、失礼がないようにしたいと思いますけど、多少のね、少々のね、はい、僕は今日無言で行きますなるほど、はい、あのじゃああれだ、孤独のグルメ的な感じで、はい、後からね、あの表情だけで読み取ってくださいって。なるほど、はい、はい、でね、じゃあちょっと助手席ドア開けてみましょうか。あ、いや僕気づきました、はい、ここすごいです、多分こっちから見ると、あ、もうむき出しだ、むき出しです。なるほど、むき出しスタイルだ、はい、ちょっとドア開けてもらっていいですか。ドアですか。ない、はい、ありがとうございました。続いて後ろご覧いただきましょうまずねリアですけども、この大きなカーボンのリアウィング固定式ですか。これは動かん、あ、固定されてます ね。そうですね、固定されてます。ここでちょっと多少ね、はい、角度調整一応できそうですね、ボルト外して、はい、ここのね傾斜を調整できそうです。そしてテールは一個一個になってて、一個一個のテール、はい、でここもメッシュタイプになってて、このね中もねすごいですよ、もうエンジンが普通にここから見えちゃう。これエンジンフード開きます、ね、あ、開きますよ。開きますか、ね、ちょっとじゃあこの辺から見て、はい、この辺がねちょっとポグ関係で、マフラーはここ1本出ているよと、はい、ここにこれ牽引のやつですかね、ね、おそらくそうだろうね。だってここのパネルだってすごい薄いよ、やっぱ軽量化にこだわってんだね。カーボンよりもまだ 軽そうな感じ、はい、あ、ここにね、あれだ、これなんか電気を、充電のやつかな、あるんだね。ちょっとこうしとこう、なんか水が入っちゃう。こっちになんか TOW って書いてある、ね、ちょっといろいろなあれがあるんであれですけど、で後ろ、これちょっと測ってみましょうかね、長さ。でまずこのバンパー、これね、まあね、タイヤ止めとかそういう次元の話じゃないのかもしれないですけど、車高が18センチ、はい、で、タイヤからタイヤまでが結構幅あるかな、思ってたより、はい、ね、この辺かな、ここで OK かな、186、はい、186、うん、結構ワイドです ね。あれ、これって分かる、あ、車検証上のサイズですか、うん、あ、ちょっと待ってもらえますか、車検証上186です、185、一緒だ、はい、ほぼつらい位置みたいな感じなんだね、はい、ということです。そしてここですね、はい、ここがまず これはロックとかないですね。こうグッと押してこのね SVJ みたいな感じだよね、はい、やりましたねこれで、ちょっとじゃあ開けましょうか、持ち上げて、持ち上げてこのカーでちょっとこっち側に引っ張りしつつも、で でこれはこっち持ちましょうか、あ、大丈夫、一人で持てる、一人で持ってるもん、見てこれ裏カーボン違うな、あ、なんかそれも絵になるね、なんかインスタみたいな感じでねはい、軽い、軽いですね。でエンジン、これ6気筒でしょ、これで6気筒なんだ、はい、ここになんかちょっと小物が入るのか、だからメットとかじゃないですか、なるほど、はい、ね、これでもあれだよね、屋根閉めれないからもうこれは完全にこのまんまだよね、もう、はい、雨降ったら、まあ、まあそういう時に乗るなよと、あとはもう保管は絶対に、じゃあ屋内じゃないけどできないってことですね。そうだね、はい、ちょっとガレージがないとダメですね、ほとんどエンジンの話はしてない、傷つけないように、はい、はい、でこっちもこういって
もうちょっと、はい、前をすごいね、これなんかプラモデルだよね、はい、これね、こう触ってるのはカチッと閉める、はい、という感じです。この車新車が1500万円ぐらいするわけですよね、はい、で今走行距離がまあ300キロ400キロぐらい、300キロそうですね、のモデルで800万円、はい、世界現時311台なんで、まあ、いかんせん物がないと。そうですね、今市場に何だろうですか、もういやほとんどないでしょ、ほとんどない、うん、ね、だからこそやってほしいっていう意見が多かったんで意を決して やってみるわけです。はい、それもう一回聞きます、僕で本当にいいんですか。もう遅い。そう、もう遅い。遅い。はい、じゃあちょっと乗ってみますかね。これ乗るときもさ、運転席側から乗れないよね。ちょっとじゃあミノッチはちょっとじゃあ助手席からかっこよく、やっぱこういう風にして乗るわけでしょ。どうぞどうぞ。え、俺乗っちゃう？大丈夫かな。大丈夫、大丈夫ですよ。え、乗り方。靴脱いだ方がいいかな。それは。そう、やっぱり絵的にシートを踏むんで、あ、シートを踏む、はい、靴一応脱ぎますけど、あ、待って、このこれが見えちゃう、やだな、これ間違えて嫁のやつを持ってきて、待って、でも一応これこのままいけるかどうか試してみて、このままこの金のところ、そうだよね、え、これどう、前、こう、うわ、こう、あ、そうそう、あ、乗れるの、あ、よいしょ、そう、こういう感じで乗ると。で、なんかここは当然だって触れないもんね、乗るときね、よっしゃーみたいなね。あ、これはちょっとあれだね、本当に、え、ここでこの人ちょっと危ない変な感じになっちゃうね。うわー、狭っ。なるほど、よいしょ、ああ。おお。これすごいね、視界ね、出発進行。なんか、ああ、なんか面白そうだね。あのカートの、ゴーカートに乗ってるような感じ見ますよ。ね、これに今日二人乗っていくわけでしょ。これ、すいません。ヘルメットかぶって。こことここの幅はどれくらいあるんですか。あ、そうだね。いいこと言うね。ここから、ここまでだよね。104センチぐらいだね。じゃあ、一人50センチずつくらいですね。そうだね、50センチぐらい。ね。あとここからここぐらいまで測ってみると100ぐらい、1メーター、ああ、なるほど。ちょっとさ、助手席も乗ってみてよ。じゃあちょっと失礼しますね。どういう乗り方がいいのかな、ね、ちょっと、でも、ああ、大丈夫、大丈夫です。本当に、あ、つっつりそう。ちょっとこれやっぱのっよっこい小一って感じ。これじゃあこれミラー気をつけてね、これ、はい、ミラー、これこっからどうしていいかが分かんない、うん、そうそうそう、失礼します、ね、ああ、はい、こういう感じです。ちょっと1個カメラいいですか。ミラーがここ、この辺バックミラー、はい、すごいよ、このでここにあれでしょ、消火器があるんでしょ、消火器があるんで、ちょっと足をね、踏ん張れもちょっと怖いよね、なんでこうするしかないですね、プシューとか出ちゃったら嫌だよね、はい、でここエンジンスタート、はい、でライト関係があって、これキルスイッチの、はい、でハザードの、はい、これを押すと消火器がズバーッと出てくるらしい。そうですね、はい、こんな、だからシフトチェンジするとかも結構気になりますね。ちょっとエンジンかけてみましょうか、これ鍵は、鍵は、はい、これでもあれだね、さすがにこのまま運転するとやっぱ何か当たってきたら怖いね、やっぱ確かにね、めちゃくちゃ怖いっすよこれ、はい、鍵は、はい、あ、鍵はね、いたって、はい、至って普通のただのボーキーなだけですね。なんかこれロックとかないですか。ロックも何もどこをどうロックするのこれ。はい、はい、でこの鍵をここに差し込むと、あれどこだ、この辺か、この辺に差し込んでと、待って、マニュアル、あ、ニュートラルになってるね、あ、剥き出しすぎてすごいね、この構造が、こういう作りになってるんですね、ね、でクラッチ踏んでブレーキ踏んでイグニッションオンにします、はい、で、ならないんで、そこで電源入れると、はい、あ、なるほど、で、あ、いいね、311って出た、おお、かっこいいね、これいい、で、エンジンスタート、はい、ちょっとじゃあ押してもらっていいですか、いいですか、はい、
エンジンかかるの早いね。あ、なんか直に聞こえるからなんか気持ちいいですね。うん。うわーすごい。これミラーとか大どうですか？ミラーはちょっと左側のミラーをちょっと上げてほしい、ね。左側のミラーを上げる。そう。これくらい。そうかな、とりあえずは。こんなもんですか、うん、こんなもんかな。で、これ何これ。あ、ここで設定かな。トラクションコントロールだ。多分ここで調整するっぽい。TC スリップって出てる。あーはい。あ、ほんとですね。ここ。あ、こうすると、要はトラクションコントロールこれ、赤いだから思いっきりかかってるってことだよね。はい、ここで多分調整するんだ。あ、なるほど。ね、なるほど。こういう感じ。はい。じゃあいきます。はい、じゃあスモールがこれかな。あ、そこになるんですね。これスモール。これスモールですね。で、ライトオン。あ、これキセノン？ハロゲン。キセノンはないんじゃない？ハロゲンですね、これ。で、ウィンカー。はい。で、ハザード。はい。で、ホーン。ホーン。あ、ほー。結構こういう風に聞こえるんですね。和音になってないね。はい。じゃあ後ろですね。はい。あ、ハイビーム。あ、ハイビーム。あー、そういう付き方ですか。OK です。はい。じゃあライトオンお願いします。はい。あー、ナンバーとも。じゃあブレーキいきます。ね、はい。バック。バックね。はい。で、リアフォグが。なるほど。ついた？はい、ついてます。なるほど。じゃあ、マフラー音ですか？もう。あ、ウィン。はい。はい、じゃあちょっと吹かします。じゃあよろしいですか？お願いします。やばそう。これちょっと楽しそう。はい、いやこれは本当に、これもあのイギリス車なんで紳士お願いします。確かに。これやっぱジャンプで出た方がいいから、ピョンって。やっぱこういうところに負荷かけるとあんまりよくないですかね。でもこれなんかハンドル取れた気するんですよね。これスカートを履いてたら大変じゃね。あ、ライトがで、キルスイッチを切らないとライトが切れない。なるほど。それでは、311は生まれて初めての、はい、試乗レビュー行っていきたいと思います。はい、安全に。そうですね、よろしくお願いいたします。お願いします。お手柔らかに。本当にお願いします。こういう感じだ。うわぁ、スーパーチャージャー効いてる。キュイーンって言ってね、あ、閉められるみたいな。あ、ここにやります。やります。この辺でいいですか？そうだね。逆なんだね。はい。ミラー大丈夫ですか？大丈夫です。うわ、これはすごい速いね。あー気持ちいいじゃんこの車。これでも調子に乗ってると滑るね、おそらく。ちょっとマジですか？うん、ちょっとお姉さん座りじゃん。なかなか落ち着かない車だね。ウィンカーの音も聞こえないし、ね、でも気持ちいいね。すごい、これ前がフラットっていうか何もないと気持ちいいわ。これまだ街乗りはね、ゴーグルなくてもいけるんですよ多分。いけるね。ゴーグルも曇んない？大丈夫？大丈夫です。さすがだね。いやー、これなかなか会話も難しいですね。ね。そして見られてるんじゃないかっていうこの恥ずかしさ。
そうだね、見られてるだろうね。意外と言っても確かにこっから下は寒くないよって言われたのが、はい、分かんなくない、ね、分かれちゃうからね、うん、このサイズ感だし。てかこれめっちゃ速いよこの車。これ調子に乗ってると回っちゃうかもしれないね。飛び位置はね、本当に危ないね。怖いっすよ、これは。あと、助手席は、ただぼーっと座ってるだけ。なるほど。はい。これは今日ね、飛ばさず安全運転で行きます。あ、はい。これはなんかね、分かる気がする。あ、でも、これ街乗りになって高速で走ってたら演奏しちゃいそうだね。ほとんど後ろ見えないもん。空しか見えないもん。下に下げますか。いや、下に下げても見えないよ。ようやく後ろに車の、この後ろの車が誰が乗ってるかもわかんない。この辺から上しか見えてない。あー、すごいね、これ。こういうことなんだ。これは、しかもこれ結構この普通の3点ベルトだと、揺らされるんですよ。ああ、確かにね。4点式だとね、行動ダメだからね。上は動かないとダメなんだよ、確かに。早いね、これ。ハートだね。
バックカメラないもんね。全くないです。この辺でよくわかりますね。なんとなくです。で、降りずにここで交代しようか。マジで安全運転で頼む。よし。うわ、眩しい。ね、このゴーグルがね。これやっぱ安物だと危ないですね、多分ね。おお、いきなり飛ばすね。おお。これでも肘が邪魔になっちゃうね。そうなんですよ。結構高速はこういう感じ。そして左から来るのが全く見えないです。ちょっと待って、俺が見てあげるよ。左来てる、来てる、来てる、え、全く見えないですよ、これ。ダメよ。この白い K が行ったら OK。ここで OK よ。ああ、これちょっとアクセルを踏んだら一気に行きますね。一気に行くでしょ、これ。危ない気もするでしょ。あとサイドミラーを見る余裕がないっす。いやー、これはシャセ変更すると怖いっすね。怖いでしょ。これね、ほんと左側がいい、マジで。調子に乗れない、マジで。こう前はこんな感じです。もう何もないとこうだよ。これやっぱトラック動きからバーって来てみ、飛ばされるぜ。確かに。ちょっと今来てないんで一旦行きますね。なかなか怖いよこれ。そしてどこで曲がっていいか分かんないですけど、ここですね。そうだ。これは怖いっす。これはね、上級者向けだよこれは。はい。うわ、まぶしい。まぶしいし、もう。やっぱ普通の乗用車がどれだけ安全かが分かるよ。はい、分かります。これはでも幸いにトラックが来ないっす。ね、よかった。それはそれはちょっとくらい欲しいっすよね。ね、じゃあちょっと総評をやっていきましょうか。はい、はいはい、ではそれでは今回の総評ですけども、総合得点何点ですか。これいいか分かんないですけど、はい、採点不能っていうのはありますか。採点不能。OK。 採点不能 OK。 あるとしましょう。理由は何ですか。理由はですね、まあ
車の楽しさっていう本来のものは味わえるんですけど、はい、そんな余裕がない。余裕がない、はい、あ、じゃあ大丈夫、はい、大丈夫ですよっていうところがポイントをつけづらいなっていう、はい、もうただ単純にそのこの車を持ってる感と、ああ、逆にこれを乗りこなす場所って多分高速道路には向いてないんだろうなと思ったんですよ。なるほど。本当にサーキットで走るのか。いや、サーキットはこれ行く、いやもうフルフェイスで。そういうことなんか、まあ、もう、まあ、確かにね。だって F1 カーなんてそういうもんじゃないですか。まあ確かにね、はい、そうだよね。だから F1 カーっていうのは本当にすごいすごいね。なので逆にも街中でちょっと遊び程度に乗れる、ああ、もうゴーカートのなんか最上級版みたいな感じだと思うので、普通の車としての考えはちょっとつけがたいかなっていうのが本音です。なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあどんな方にも似合いかもうこれは決まってますよ。もうやっぱレースが好きな方とか、こういうライトスポーツカーというんですか、うん、がたまらなく好きな方にとったら多分これはもう最上級のおもちゃだと思うんで。なるほど、ね、はい、そういう方にぜひ乗っていただきたいと、はい、乗っていただきたいです。僕は分かりました、はい、じゃあ私ですけども点数はですね、はい、まあ採点不能っていいな僕は、はい、XXX 100点じゃないですかそれ。いやこれはね確かに採点できないねまだ採点できるほど乗ってないし、はい、使いこなせてもないし、ちょっと本当にこれは上級者すぎて、はい、我々なんかが乗ったところで、はい、あ、すいませんでしたっていう点数をつけるのっていう、そういう感じ、失礼なやつですね。だから、あ、でも外から見てるとかっこいいんだろうなっていう気はするよね。どうなんですかね、このかっこいいですかね、思うよこれ。ただ正直怖かったこれは、はい、今まで乗った車で一番怖い。ただ怖いというのは慣れてもないし恐怖心があるんで先入観がゆえに怖いかなと思うけど、まあでもこれを楽しく乗れるようになるまでにはまだ私は道のりが長い、はい、1万歩ぐらいですかね、あと分かるかなと思います。でどんな方におすすめかというと、これはねやっぱりもう何でしょうね、ロータスが好きとか何とかが好きとかっていうよりもやっぱこういうね、なんかある意味原点だよね。はい、そうですね、これはね、そう、こういう車なんかね、もっとね柔らかいものだと思ってたの。はいはい、なんか、ケーターハムとか乗ったことあるのよ。ああ、はい、こっちの方がなんか割と優しく乗れたなと思ったけど、現代のやっぱりコンプレッサーもついてるし、とにかくもう速くて踏めない感じ。そうですね、全く踏めなかったですね。そう、そういったところを楽しめる方とかだったら、はい、僕はねおすすめだなと思います、はい、これはねほんと上級者、はい、テクニック必要かなと、はい、そんな車でした。そうですね、だからそういう方ね、そういうところが得意な方にぴったりかなと思います、はい、では以上今回はですね2018年モデルのロータス311、はい、一応これでもロードバージョン、はい、そうですね、ということです、ね、お疲れ様です。はい、失礼しました、本当にありがとうございます。